お待たせしました。どうも、飛び石連休の藤井ページです。毎週ですね、ゲストの方を招いて、あれやこれやと聞く生配信を、やってるんですけれども、今週はですね、なんと、大姉さんが、まあ大姉さんというとあれなんですけれどもね、なんと姉さん、まだログインできてないという、連絡が、ログインに手こずってるというね。来た。おはようございます。よかった。よかった。すいません。よかった。じゃあ、改めまして、今夜のゲストは、石野桜子さんです、はい。よろしくお願いします。お願いします。よかった。たどり着けました。石野桜子です。改めまして、よろしくお願いいたします。すいません。勝手に生配信始めてました。いや、もう、こちらこそ遅刻してすいません。ちょっと、耳、かわいすぎでしょ、ちょっと、姉さん。はい、なんか、真剣な話しだしたら、こう、落語家みたいに外そうと思ってます。よろしくお願いします。羽織脱ぐみたいに。なんかね、なんかつけたい。なんか、同期のチャンス大城さんとか、ちゃんとしてはったから。なんとこれ、不思議なことに。はい、ね、はい、チャンス大城、二人とも同期なんですよね。そうなんですよ。なんていう不思議なことに。もう27年ぐらい前に、はい、NGK スタジオっていう場所でね、はい、ナンバーグランド花月の横に、こうテレビ収録用の NGK スタジオっていうところがあってね、そこで当時いろいろお客さん入れてのイベントとかを毎日のようにやってて、はい、ある夏に怖いデーっていう謎のイベントがあってね。ありましたね。NGK から寄席を見終わった人をちょっとね、500円ぐらいで見れますよって言って引っ張ってきて、無理やり怖い話聞かすみたいなね。なんかイベントがあって、そこのゲスト、僕らがずっとそこで1日5ステぐらいあんのの MC やってて、一回その桜子姉さんがゲストにいらっしゃってくださって、はい、そこで一回だけね、お仕事させてもらってるんですよね。そうなんですよね。うん、その時は私はもちろん三島富士は知ってましたけど。本当ですか？そんな意味がない、全然。はい、いや、でも同じ吉本です。その頃そうですよね。やった、うん、はい。やってはったし、まあ、同じ売れたい芸人としてね。で、やってる時に、2丁目でもないんですよね、私は。その時代はもう、2丁目はもう、なんか、ちょっと別で、なんか、ぼちぼちやらせてもらってた時に、別に今みたいに階段ブームもなかった。なかったですね。うん。ね。うん。でもなんか多分、階段好きの社員さんが、うん。で思いつきはって、階段とは縁もゆかりもないけど喋れるかもしれん芸人たちを読んで、はいはいはい、怖い話をさせて、うん、で最終的に後ろに山田花子さんを、はい、ベタなこう幽霊の、はいはいはい、白装束に白い三角つけたやつを後ろに控えさせて、はい、トイレの花子さんやって言ったら、ドロドロって山田花子さんが出てきはるって言うて、なんで、お客さんもこれ笑うやつなんか、怖いやつなんか、戸惑うだけ戸惑いはって、はい、戸惑ったまま帰っていくみたいな。で、私らもこう、どないしたい変化。ほんで、私にとっては山田花子さんは、その、年下であるものの先輩でもあるし、こう。そうですよね。はい。どう、なんかかわいそうやな。今、滑るためだけに出てくる山田花子やったから、あのイベントではね。だからほんま呼び出すのが申し訳ないみたいな。謎ですよね、あれね、ほんと。でも社員さんもほんま盛り上げたくてやったことだから、何もやる気に満ちた、全員やる気に満ちてたはずなんですよ、ね。そうですね。そんな藤井さんと、その後25年ぐらい会わなくて、そうですね。東京行きはったりとかもして。はいはい。城谷さんっていうね、怪談師の方の YouTube の収録で、たまたま別の回ですけど、同じ日にね、はい、で、こう収録があって、ちょうど、あ、石野桜子さん来られましたってスタッフの方が言ったときに、えと思って俺。あれえって、あの桜子さん、ね、と思って俺。いや、私もね、ちょっと、撮ってはるとき、ちらっと見に行ったんですよ、前、はいはい、の人を。はい。そしたら、あ、今、録画中やと思ったんやけど、はい、ちょっとだけ似てる気はしたん。ほんで、で、飛び石連休っての人になったってことは知ってたんですけど。ありがとうございます。はい、階段やりはるってことはちょっと、はい、あんまちょっと耳に入ってなくて、あ、まあそんな、そう、大っぴらにやってないですけど、はい、たまたまだから、はい、はじめましてって言おう、似てるけどはじめましてって言おうと思ってたいやー、偶然でしたね、ありがたいことに。
ほんではしゃぎすぎて、うん、コーヒーこぼして、そうですね、一緒に写真撮ろうって言って僕の足に思いっきり熱々のコーヒーかけてくれて、はい、ありがとうございます、ね、もうあんな霊障ないですよね。でしょ。いや、そのご縁でありがとうございます。今回につながりまして、ほんま嬉しいです。そんなわけで今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もともとね、私のようなものだってNC、さっき言いましたけど NC の8期生っつったらめちゃくちゃ分厚い、その千原兄弟さん、藤原さん、バッファロー五郎さんとか、スミス夫人さんとか、ほとんどそう、うん、でさっき出たチャンス大城さんとか、うんうんうん、なんか本当だから、そのなんか売れてる人が多いんですよ。はいはいはい。売れてないのに辞めてない芸人が、うん、あの私と、うん、その今はもう売れちゃったけどチャンス大城さんと、はいはいはい、ともう一人あの大神平尾さん、今もいろんな芸名変えて、ほら、ああ、たけしさんのお弟子さんになりはった、今芸名何かな、薬光さん、薬光さんじゃないですか今、はい、今ちょっともう追いかけられてないぐらい、そう、芸名がね変わっちゃうんですよ、あの人、濃い顔した、はい、なんとか名物大神本舗何百年とか、あ、そうそうです、そうです、あの人八期生なんですか。あの人八期生です、知らんかった。そうなんですよ。ほんでなんか私も勇気いただいてたんですけど、はい、やめんでええにゃ思いながら、はい、あ、薬光湯さん、今薬光湯さんですよ確か。でもうそもそもね、はい、高校生の時に NSC 入ったんでしょ。そうな、高校3年になったと同時に、大体のあの時代は大抵高校卒業と同時にみんな入ってましたけど。そうですね。でも女の子は確かに高校生で入ってくる子、僕らの期でもいましたよ。あ、そうですね、はいはいはい、なんていうかこうちょっとしたこうとりあえず入ってキャッキャ言うて辞めるだけやったらできるしね、はい、で一桁世代って、はい、その今の NSC と違ってこうみっちりしてなかったんですよ。月謝も安かったですし、はい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 、私もバイトで自分で払ってます、はいはい、払えるぐらいの値段で、で、はい、来ないとあれですけど途中で払わなくなってもバレないみたいな、うん、ところがあったんで、はいはい、あのそんなんがあるから後半の今の人が厳しくなってるんですけどね。あ、僕らもギリ緩い世代で、あ、うん、払わんで月謝1万5千円、1万5千円、あ、そうそうです、でも一応払わなかったら壁に張り出されるんです、こいつまだ滞納中みたいな。あ、私らとかのせいですか、それ滞納しよるから、うん、なんで NC 入ろうと思ったんですか、何がきっかけですか。もともとだからダウンタウンさん世代、あ、まあそうですよね、みんなね、はい、うん、でやっぱりまあベタですけど同じように、うんうんうん、こう衝撃を受けるかのように笑いを気になって、はいはいはい、でもともと私の家庭があんまりお笑いを見せてくれないお家で、はいはいはい、笑いはあのなんかチャップリンと金ちゃんしか見せてくれなかったんですよ。いやすごい真面目なのか何なのかいやそうだ、金ちゃんは多分なんかクリーンになった、なんか下ネタとか専用なった、確かに確かに、うん、はい、あの、うん、で私はだから幼稚園小学校ぐらいはずっとチャップリンで育って、チャップリン見せる方が難しいでしょその時代いやなんか多分 NHK とかでなんかはい、はい、こうやってたと思います、白黒のやつで、はいはいはい、で、うん、なんかそういうのを経てちょっとこう、はい、ドリフを同じ世代の子が見て喜んでても見せてもらえなかったんで、鬱憤が溜まって、うん、はいはいはい、で隠れてやっぱりこうお菓子食べたらいけませんって言ったらお菓子食べたなるがごとく、確かに、うん、ちょっと植えてまして、はい、でそんな時に小学校高学年ぐらいの時にダウンタウンさんを深夜内緒で見て、うんうん、衝撃を受け、はいはい、でそのまんまお笑いがそれなりに好きやけどあんま見られへんまま大きなっていった時に、はい、高校3年生になって、うん、まあ、それほど賢ないあの高校に通ってたんですけど、はいはい、なんかね、行きの遅刻してちょっと空いた電車で、はい、行きの電車に一人で乗ってたんですよ、はいはいはい、そしたら同級生の同じ高3のちょっとなんかこう派手な感じの女の子たちが5、6人乗ってきて、はい、
あの電車の中でちょっと下品なトークを始めた、ね、はいはいはい、私今彼氏6人おるから、はいはい、毎日毎日体が大変やわキャ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 ってこう言うのをもっとこう、はい、もうちょっと下品な感じにしたことを言い出して、はいはいはい、それをそれで爆笑してる世界におるのが嫌やなと思って、ちょっと、うん、私奈良なんです、奈良県人なんですけど、はい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 、ちょっと学校というカテゴリー以外のとこに行きたいなって思った。へー、ほんほんほん、ほんなら奈良県って隣大阪やから、はい、なんかたまたまそのマンスリー吉本に、うん、あの NSCU で書いてあったから、でもちろんダウンタウンさんが一級のも知ってるんで、劇場とか行ったことあったんですか？あ、ありましたね、ダウンタウンさんで言うたらそのなんかあの時代だからまた4時ですよだがやってたんで、多分そうですね、 あれを4時ですよでやってる頃だと思います。はい、あとまあ普通にその寄席みたいなのもちょっとまあでもそれもほんま大阪に出ること自体が大冒険やったんで、あ、うん、今は住んでパジャマみたいな格好で自転車でフラフラしてるおばちゃんになりましたけどパジャマ着替えてくださいはい、すいません、はい、こんな言い方したらちょっとかっこよく聞こえ、その頃やってね、あの青春を楽しんでただけと今になったら思いますけど、まあまあうね、うん、なんかすんごい嫌やったんですよ、その頃と同じカテゴリーやった。いや、なんかいいですね、その引き金が。いや、なんかでもなんか恥ずかしい、なんかもっとあのおもじなんかあの面白いだけのエピソードから始めたかった。いや、何個か見てもらったら分かると思うんですけど、うちの動画そんなん別にええんですよ。あの本当ほんまですか、ドキュメンタリーに近いと思って僕聞いてますから。そうなんですよね。結構、はい、ほんで見てる側はすごいおもろいんですよね。でもね、その厳しい家でしょ、厳しい家でそんな吉本の学校行くっつって認めてくれないでしょ。勝手に行ったんです最初。ああ、なるほど、うんうんうん、はい、言うてた通りお月謝とかが結構安かったんで、うん、まあ払える範囲ですよね、まあ、払える、うん、ちょっとだけバイトもしてたんで行けるわと思って、うん、で勝手に行ったら受かったんで、うん、行き出したんですけど、はい、まあその時にちょっと行き出してから言うたら、うん、ええんちゃうって言うてくれたんで、あ、そうですか、うん、いや多分だからあっちはなんか特に反対することもなく、あの、なんでしょうね、もしかしたらなんとなく見せたらあかんって思ってたんかもしれませんね、うん、まあそのそういうの見るのとは別にこう娘が活発にいろんなことやってくれるのが嬉しかったのかもしれないですね。それはあんまりおとなしい子やったから、主張せん子やったから、うん、主張しだして嬉しかったのかもしれないですね、うん、当時の、はい、ジャドリストのね、ジャドリスト、はい、当時のいや偉いもんで、こんな時代でもやっぱりジャドリストってコントを探したら出てこないですね、ネットでなかなか。もう多分出したらあかんことしかしてなかったんちゃいます。いや、とてもチャップリンと金ちゃんで育った人がやるコントやと思わないですもん、ジャドリスト見て。あれだから爆発したんですよ、いろんな反動ですね、反動反面教師にして、やっぱり そこそこなんていうか、そういうちょっと俗なもんを見せとかなあかんよっていうことですね。なるほど、はい、そうですね、ちょっと多分ジャドリストのコント知らない方も見てらっしゃると思うんで、いや、それほとんど、いや、全員知らない、うん、いや結構ジャドリスト知ってますよっていう人結構チャットの欄にもいますよ。お前ですか、うん、ありがたい。そう、ね、今の東京でいうと西の黄昏みたいな感じのコント、ね、いや、そんなどうやろう、今そんないいものではございませんよと思ったけど、いや、いいものじゃないですよ、そう、なんかどう言うてええんやら。それは相方さんはあれですよね、養成所で組んだんですよね、はい、あ、そうです、養成所でも私、うん、その時言ってたように現役高校生のもっと年下の子と、うん、そのなんかとりあえず組んでネタ見せに出ようかって言ってたんですけど、その子が NSC の第1回目のネタ見せの時に、はいはいはい、ジャドリストの相方との出会いですけど、はい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 、なんかお互いの相方が来なかったんですよ、はい、あ、
なるほどなるほど。ほん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 で二度と来なかったんですよ、その二人は。二度と来なかった。お互いの。そう。多分ネタ見せるってネタするほど好きじゃないって思ったんでしょうね、その時点で。なるほどね。なるほど、はい、お笑いは好きでダウンタウン好きやし、芸人になりたいけど、うん、ネタやらなあかんの、そんなんうち恥ずかしいみたいな。はいはい、分かってたやろって思うんですけど。あ、いや、なるほどね、なるほどね。はい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 。多分そこで何人かふるいにかかってると思うんですよ。わ、うん、かります、わかります。藤井さんの時代でも、あのネタってちょっとハードル高いですよね、うん、はい、うん、いや、まあそれは難しいですけど、うんうんうん、でその時たまたま急増で組んだんが、うんうん、ジャドリストの、あ、そうやったんですね。でもね、でもジャドリストって結構その組み出してからちょっとテレビとか出るの早くなかったですか？早かったですね。だからあの時代、ね、女性芸人が少なかったという、うん、その、うん、あと今なんかもうほんまに優れて種類も多いじゃないですか、はいはい、芸風の種類。あ、そうですね、うん、でもあの頃のそのジャドリストなんかその思った感性だけぶつけて構成も何もあったもんじゃないことしかやってない。いや、それが良かったんですよ、めっちゃ良かったんですよ。なんかもう思った、泥みたいな思ったことほんまお客さんに投げつけてるだけみたいな、うん、ほとばしりですよね。まあ、感情のように言うたら、そう、うん、初期衝動みたいなことしかしてなかった。い、はい、ちょっと運が良くて出させてもらいました、うん、はい、いやそう思うとね、まあ、同期の人たちみんな早かったじゃないですか。千原兄弟さんも藤原さんとか、あのね、うん、そうな、あの藤原、千原兄弟の方が藤原とかよりは遅かったかもしれませんけど、はいはいはい、そうですね、はい、全員初めから面白いって言われてます。うん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 、はい、藤原が一番できてた、出来上がってたんちゃうかな。もう今とやってること変わらないですもんね。うん、そうですね、今やってることをすでにもうその当時からやってたみたいな、はい、それがこうベテランなのにそれ馬なったり、うん、こう老化になったり、うん、それでまあ組んでジャブリスト何年ぐらいやったんですか。もう二十歳前には辞めてたんです。3年ぐらい。そうなんですよ、3年ぐらい。もう、え、相方さんはそのまま引退ですか。そうなんです、あのなんか私には気使って言うてなかったですけど、結婚かなんかするんで辞めちゃってました、はい、言うて止まった。あれ、また藤井さん、藤井さん止まった。すいません、もうすいません、バタバタさせてしまって申し訳ないです。いやいや、とりあえずどうしていいかわからんから耳外してみました。すいません、あの話また何回も戻って申し訳ないですけど、そのジャドリストのね、ここ調子いいなと思ってたらすぐ辞めはったなっていう印象やったから。3年、そう、うん、結婚して辞めたとこまででしたよね、はい、で、はい、相方さんはでも隠してたんでしょそれ。まあなんとなく彼氏ができてからちょっとあんまりこう、はい、うまいこうなんていうか選択せなあかんから来られへんとかいろいろ言い出して、でその頃天然素材にちょっと入ってたんで、はい、立ち上げ聞きました。立ち上げの頃はね、いろいろもうちょっと6組じゃなくて組数多かったんですよね、うん、そうなんですよ、うんうん、チームゼロさんとか善次郎さん、善次郎さんとかね、うん、はい、やって、でその中にも入れさせてもうてたんやけど、はい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 、まあ、だから私トントン拍子損ないなんです。トントントン、いやー、トントン拍子損ない。初めて聞いたその言葉。うん、そのまま売れていけるんかな思ったら、うん、シュンドーンっ て, やってしまって。天然素材はあのふるいにかけられたわけじゃなくて、天然素材入ってる最中に解散しちゃったんですか。じゃあ そうなんです、解散しちゃった。もったいないな、はい、うん、で、あのピンでも行ってよかったんでしょうけど、私がピンで彼らの実力についていけなかった。わあ、はい、ほんでもう迷惑かけてしまいました。そのことは今でも申し訳ない。ああ、そうですか。いや、もうそれがね、あの申し訳ないっていう辞め方が結構こうなんかもう気ぃついたらおらんようになってるみたいな辞め方してしまって、私がその頃ちょっと精神的にきつかったんで、うん、でなんかそのことをずっと勝手にあの人らが売れて、うん、もう今だに私ちょっとそのこと思い出してグワーってなる時があって。あ、そうですか、はい、うん、あの私あのちょっとあのほら、私ってほらあれじゃないですか、精神疾患野郎じゃないですか。
私って精神疾患やろう。はい、あのじゃないですか、はいはい、あのメンヘラちゃんとも言えますけど、はい、めっちゃ可愛く言うじゃないですか、うん、あのね、そのなんかカウンセラーの先生に泣きながらその時の後悔を喋ったことありますわ、はいはい、ああそうですか。あ、まあ、ずっと心に引っかかってるんですね。はいはい、でもの後にね、後にね、例えば善次郎さんとかにしてもあのやっぱまあふわっと外されたりしたわけじゃないですか。まあ、善次郎さんは私もなんかわかんないですけど、うん、あの時尖ってはったから嫌なりはったんかなって勝手に解釈してました。あ、僕なんかまあ善次郎さんがテレビで喋ってるのを、あ、ほんまですか、聞いたんですけど、もともと俺はリーダーやったのに、はい、なんか気づいたら、気づいたらふわっと外されて、なんかあのロック見てアイドルっぽくなってたみたいなこと言ってたから外されたんじゃないですかね。外されはったんや。多分それでちょっとアイドルっぽくダンスとか入れてやろうと思ってあのロック見に選ばれたんじゃないですかね、きっと。そうです、うん、私ダンス2曲までしか踊ってません。あ、だからそんな桜子さんが気に病むことじゃないです、全然。よかった。誰も言わないやろうから僕言いますけど、まあ、あのままジャドリスト続けてても外されてましたから大丈夫です。はい、せやろな、絶対そうですわ。全く気に病む必要ないです、はい、全く外されてました、はい、アイドル要素ないし、はい、ちょっとだって路線がね、あの6組に絞ってから路線が確定しましたもんね、だってね。まあでもそうですね、その後ね、うん、いろいろあってわーなって、うん、ナインティナインでかわーなって言ってね、うんうん、そうですね、すごかったですもんね、うん、人気ね。いや、ほんますごかったですね、うん、そう、当時はあれですか、そのまあ野々村さんの時も、野々村さんもこのうちの動画で言ってたんですけど、やっぱりその女性客がめちゃくちゃ多かったから、はい、女芸人はアウェーやったみたいな。私も野々村さんの聞いて、うん、そうやったんやと思ったんですよ私。あれ、うん、私感じたことなくて、まあ、3年後輩ですもんね、はい、あの感じる能力がなかったんか、うん、その私が2丁目立たせて思ってた時お客さんがあんまり入ってない。あ、なるほど、ブームが来る前ですよね。かだからキャーっていうお客さんがそもそもいなかった。なるほどなるほど、うん、私らのビジュアルが嫉妬させる、もしくは私らの芸風が嫉妬させる、うん、それではなかったんですか、うん、ちょっと女感じさせるみたいな感じやったら、はい、おってなったかもしれないですけどね、まあ、野々村さんは別に女感じさせる芸風じゃなかったけど、ビジュアルは綺麗だったから、はい、あ、なるほどね。じゃあちょっとだけ時代違いますもんね、3年ですけど。でその後あれでしょ、ちょっとピンで活動、あ、そうなんですよね、解散した時に、うんうんうん、ありがたいことに、うん、その時つい最近その社長お辞めになった大崎博さん、うん、はい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 、はい、がまだ、はい、下々の芸人と喋ってくれるぐらいの位置にいはったんですよ、大阪。下々、ああ、はい、はい、で解散した時呼び出してくれはって、うん、なんか これから どうするんか、なんかしたいことあったら言うてきやみたいなこと、優しいこと言ってくれはったのすごい覚えています。ただ私その時こうほんま精神がぐらつきすぎてたの、第一次、はい、あのほんま第一次メンヘラちゃん兆候が出始めてたんで、そのデビュー前やったんですよ、精神疾患的には。精神疾患のデビュー。デビュー前やった、はい、ジュニアやったんで、はいはい、でちょっとそのありがたい言葉があんまりしゅまないままで、しゅまない、はい、でもほっといてくれよってことですよね。いや、ほんま申し訳ないけどその時思ってしまいました、うん、はい、ほんまありがたいことやのに、はいはい、今思えばね、うん、はい、その時大崎さんが空気読んでくれはったんか、なんか朝早くごめんなって言ってくれはった。ちょっと後の社長に何を気遣わしてるんですか。いや、うん、多分大崎さんは全部忘れてはる、私の存在ごと忘れてはるでしょうけど。そんなことないですよ、うん、まあ、ありがたい話で、ピンでホストボスをやらせてもらって、うんうん、そんな時に三島富士のあの怖いデーとか、怖いデーでね、うん、はい、
まあいろいろあったりなかったりしてるって、その吉本超合金の声のお仕事をいただく、うん、あ、ナレーションね、結構やっぱその印象が強いみたいですね、こう、そうですね、我々ファンには、うん、未だに声で刺されたりとかし、その声はみたいな、あのなんか石野桜子ってもしかしたら名前一緒ですけどって言うたら、うん、はい石野桜子ですって言うたらあの人同じ言うて言うたら、あ、いいですね、まあ、そういうのがこう代表的な作品があるのはいいですね。いや、ただ声させてもらってただけですけど、あれありがたいですね、うんうんうん、一回だけ復活したじゃないですか、はいはいはい、藤原で、はいはいはい、でその時に私見てたら、うん、その私はもう吉本辞めてたんで、はいはい、ナレーションがユリアンさんやったんですよ、はい、あ、なるほどなるほど、で、うん、あのはがみしながらちょっと悲しくて、うん、裏でやってるタモリクラブをすねながら見ることにしたんですけどささやかな抵抗ですね、ささやかな抵抗して、うんうん、でそれをちょっとつぶやこうかなってツイッター開いたら、うん、なんか石野桜子じゃないのって書いてくれてる人が結構いてくれはって、めっちゃ嬉しい。そりゃそうでしょ、まあでもね、その辺はやっぱシビアですよね、会社辞めてしまうとね、まあ、それはしゃあない、会社はね、まだ会社にいたらひょっとしたらね桜子さんやったかもしれないですけど、もちろん どうかな、ユリアンさんの方が花あるんちゃうか、あの時代あのウィキペディアに載ってたんですけど、ゆきこたかし師匠に弟子入りしたんですか？そうなんです、その、うん、その話しだすとちょっとこうメンヘラデビューの話に近づくんですけど、あのなんかあの具合悪なるんやったら全然やめてください、うん、いや違う、私は全然具合、うん、具合はずっと悪いんですよ人生的に難しいもんすね具合ってね、うん、具合って難しいですな、はい、うん、具合がいい、ねえの、具合がいいんか悪いんか分からんと、あの、はい、ほら僕はあんまならないんですけど、思い出し具合悪なりとかあるじゃないですか、 ありますあります、あのそうなったら申し訳ないから、あのなるべく下げてくださいそういう話は、はいはい、具合悪くならない方向の話でいきましょうじゃあ、ね、じゃあ、うん、ふわっとそこだけ言うと、その時ちょっとまあそういう梅田花月で、うん、はいはい、ちょっとまあ私その具合悪いきっかけがあったんですけど、その時ゆきこたかし師匠が梅田花月出てはって、はい、あのまあ、大師匠やから、はい、まあ喋る機会もなかったんですけど、そうですよね、うん、あの芸風もあんな上品だし、だからその、うん、梅田花月のその具合悪なるきっかけグループみたいなの中に、そのゆきこたかし師匠の息子のあの少々さんに交じってあったんですよ、少々さんで、はい、少々さんと喋るってことは、こう少々さんがこう、うん、ゆきこたかし師匠の出番の時にこうなんかついて着物とか畳んだり、はい、アコーディオンこうやったりしはるのに、はいはいはい、なんかちょろちょろってついていったら喋ってくれはるようになって、はいはいはい、ほんでもめっちゃええ人やから、はい、懐いて懐いて、はい、もうすごい好きで尊敬もして、はい、でも人間的にたまらんようになって、懐きすぎてたら、うん、双葉くれはったんです。ああ、野望。野望くれはった。そんなんもらえるんですか、野望って簡単に。いや私もほんまにこんなただ懐いて好き好き言ってるだけでくれって大丈夫なんですかって、うん、なんか思ったんですけど、うん、真似事で着物畳むのとか手伝わしてもらったりして、うん、それだけでちょっと幸せ感じてたんですよ、はい、まあ、はい、というか精神的な安定、なるほどなるほど、はい、もちろん芸もありますけど、はい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 、なんで後また石野に戻るかって言うたら、うん、なんか吉本でも有名ななんか偉い高僧の お坊様かなんか、ちょっと今度忘れしてるんですけど、はい、その方でちょっとそういう霊的な能力を持つ方がいらして、今度その時具合が悪くなってしまってね、精神的に相談をしたら、はい、名前名字と名前双葉と桜子の名前の兼ね合いがあの悪いけど良くないよみたいなこと言われてしまって、ほう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 、でどないしょうって思ったんやけど、はい、そのまま素直に師匠に言いに行ったんですよ、これどないしていいか分からへんって。ほうほうほう、そしたらそんなん桜子の健康が一番大事やから、うん、一緒に戻しなさいって言うてくれはって、えほう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 、でも号泣しながらゆき子師匠と抱き合っ
ったのを覚えてますええウィキペディアの話と違うじゃないですか。そうなんですよ。ウィキペディアはなんか波紋みたいな書かれ方してて、あれはあれで、まあ、簡潔やから、ウィキペディアやし、別に私、まあまあ、ウィキペディア あれですよね、要はあの、うん、優しさゆえのお前は外れろみたいな。そうです、だから、まあ、うん、一言で言うと波紋でいいし、まあ、でも、その、お前は芸風おかしいから波紋みたいなことにしてても、うん、まあ、あの、ええんかもしれないんですけど。ああ、なんまあ、ほんまはこれです。わあ、うん、なんて優しい。めっちゃ、だから、ほんま、世界一ですね。うん。ああ、で、それで結局名前戻して具合良くなったんですか？いや、あの、このまま具合悪いよ。ならんのかよ、具合良くならんのかいな。全然なれへんねんけど、うん、でも、戻ってこれたっていうのはありますよね。うん、芸人に。ああ、なるほど、なるほど。名前が良かったか悪かったか分からんけど、はい、とりあえずどんどん具合が悪くなって、ちょっと入院クラスに行っちゃったんですね。ちょっと精神的に、その、いわゆる起死燃料がきつくなりすぎたんで、閉鎖病棟に入院ってことになったんですね。うん、あの自殺願望ですね。うんうん、あらまあ。その時、そうなのよ、うん。ほんまね。よくご無事で。うん、あんまそうなのよ、うん、うそうなのよってないよね、うん、で、うん、その時に、うん、そういう懐かしいですね、うん、その吉本とか辞めるとか何も言わんまま母親が運転してくれてる車で、うん、その時唯一あったなんかレギュラーが一個だけあったんだ、でそれなんかほったらかしでこう、うん、病院に向かってたら電話があって、うん、はいはい、吉本からで、あの、はい、申し訳ないけどあのレギュラーなくなりましたっていう連絡があって、はいはい、で私それもぼやーっと式言うまで、はい、分かりましたっていうたんが吉本との最後の連絡です。あ、だから吉本さんにもちゃんと挨拶せず辞めてるから、はい、申し訳ないな。ああ、いや何もかも申し訳ないと思う必要ないですよ別に、まあ、吉本さんはね、うん、あの、うん、大きいから山盛りいるからわ、うん、ーってそんな私ごときおらんくても私思わんでもないけど、せめてこう、うん、世話になった人にも挨拶したかったかなと。ああ、まあまあまあ、そういうのはありますけどね。うん、でしばらく芸人休むんですよね。10年辞めました。10年辞めて、まあ入院とかしてはって普通に働いたりしてたんですか、その後。あ、そうですね。ほんで、うん、まあ入退院ちょっと繰り返して、その10年の間にその主治医が芸人がきっかけで病気な、うん、発症したから、うん、まあ、双極性障害なんですけど、うん、一応、ね、病名ぐらいちゃんと言うとかんと覚えてくださいね。双極性障害、名前だけでも、はい、病名だけでも覚えてください、はい、覚えてください。で、双極性障害ってね、死亡率 20% らしいですよ。うん、高っ。びっくりしません？うん。私もびっくりしましたよ。ちょっと、その辺の病気より高いじゃないですか。じゃあ、ほんまそう、気引き締めなあかんな思って。閉まっていこうぜ。うん。うん、頑張っていこうぜ。認知行動療法だって。ほんでね、で、その間、一回だけ正社員になりました。うん、はい、あー、へー、何系の仕事ですか？なんかエステです。へえ、はい、まあ、うん、そこはだからエステって人数がいるんで、うん、私みたいな経歴でも入れてくれはって、うん、あ、なるほど、うん、はい、ただ入ったその日から会わへんなっていう気難しい人やな。ほんま、いや、ほんまごめん、だってね、入ったらそこの店長が、はい、私は一目見ただけでその人の性格と人生全部わかんねん。ああ、めんどくさいですね、うん、そう、うわ、めんどくさって、で店長だけかなって思ったんですけど、私にかまさなあかんから、私、ね、なるほどなるほどなるほど、そう、うん、この人も大変なんやなって思ったんやけど、大人じゃないですか、その店長、うんうん、下の人、またその下の人が同じこと言うてきて、この店舗めんどくさって思って、そうですね、どうしようって思いながら、それでもしばらく何ヶ月かやらして思ったんですけど、その間に、うん、多分またムクムクと湧いてきて、う
メンヘラちゃんが、メンヘラ、いやメンヘラちゃんというかここ以外のどっか、うん、あって思った、あの高校の時の、そうそうそうです、うわ、ほうほうほう、多分あの具合的には良かったんですよ、メンヘラ具合はちょっと神聖化してて、うんうんうん、だから主治医もちょっと仕事させたと思う、なるほど、で書き出したんですよ、なんかあの芸人やってた時なんか今自分がしたいこととか、うん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 、そしたら芸人やってた時腹式呼吸が最後までできへんかった気がすると、おお、はい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 、ご存知のように私らの世代の NSC ってあんまりそういうのちょっとこううまいこと、亜美慶三先生には申し訳ないんですけど、いや僕は亜美先生に教えてもらって腹式マスターしましたよ僕せやん、じゃあ私が悪いわ、はごめんなさい、はってこう溝落ちに指をこうってこうやりました、亜美先生、僕亜美先生にはちょっと教えてもらいました僕、うん、あ、日本橋に声届くまでやれ言われて、はい、毎年同じこと言うんやな、亜美先生そう、うん、で私はちょっと私の責任でできなくて、うん、あのそれをそのまあその病気になったきっかけの人にもチクチク言われてたんですね、でそれが悔しくてああ病気になったきっかけの確固たる人がいるんですね、じゃあこの人確固たる男がいて、その人もねもうちょっとあの他界してはいますけど、あもういらっしゃらないんですね、いらっしゃらないですけど、うん、あのこう言うとあれですけど、じゃあよかったですねせやで持ってね、申し訳ないけど生きてた方が、生きてた方が勝ちですよそんなもんいやほんまそれは盆になるたび思いますよ、そうですよ盆になるたびお盆になるたびに、うん、俺は、はい、いや私はこっちにおるからなと、リベンジ受け付けたるぞと、いいじゃないですか、うん、はい、であの MC 学校に行った、へえ、そんなんあるんですね、うん、なんかまあ、よくある、うん、ブライダル系の MC、ああはい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 、うんうん、まあ、そこもあのまあそこそんなに月謝が高くないようなとこ探して、うん、はい、お手軽やからこの、まあ、会社行きながら週一そこ行ったりとかしてたら、うん、やっぱりこう会社辞めたなってしまってまあまあいろいろ辞めるときは言われましたけど、あんたみたいなどこ行っても務まらんっていうあのね、あのパッケージの言葉あるじゃないですか、よく言う、そんなここで辞めるやつはなどこ行っても続かんぞっつって、うん、続かんぞって、そんなことないんですけどね、うん、ほんまそんなこと、ほんまそんなことないですよ、今もし見たって言われてる人って、うん、それ言う人信用しちゃダメですか、そう、何年我慢したら一人前やからみたいなことをね、絶対そんなことない、引き止めようとするんですよね、うん、はい、うん、ただまあ私が辞めたことでその人の成績とかも下がるやろうし、それは申し訳なかった気はします、いや申し訳ないと思わんでいいんですって、もう、ああ何回も言わして、そうですよ、そんなもんね、そんなん、じゃあもう引き止めるだけの魅力ある職場を作れと思ったったらいいですよもう、うん、わけのわからんかましをしてくるな、うんうん、そのかましをやめろと、まずそうですよね、それやったら一目入ってきたその瞬間にこいつ何ヶ月後辞めるって分かるそうそう見破れと見破れとね、うんまあ、だからまあ辞めちゃって、うん、で腹式呼吸もそこでやっとできる感じ、はい、はいはい、まあできてるんか分からんけど、でもそこはあれでしょ、まあ、MC の MC ってそのブライダル系の学校でしょ、そうですね、だから役には立ちました、あの発声とか、うん、あとちゃんとその時やってなかった、うん、なんかこうウイロウリみたいなやつとかもちゃんとやるようになったから、うん、今でもやっぱりうん、拙者親方と申すわそうそうはい、はい、でなんかむくむくとそういう、それで言いながら途中でまた具合悪なったりいろいろして、うん、何もできへんようになったりした時代があって10年経って、うんうんうん、やっぱりどうしたって完全に具合が良くならなかったんですよね、一時良くなったりして、うん、まあ波があるんですね、きっと波があり、うん、でお医者さん主治医が、うん、これいや こいつこれ芸人戻さない話にならへんのちゃうかみたいに判断しはって、はいはいはい、もう一回やったらどうやった R、 そうで、うん、R1 に挑戦したんですよ急にいや足がかりないですやん、もうその頃やめてます、っていうかそのネタとかはどっかでやってたわけじゃないんでしょないです、でもだってそんな場所もないですし、うん、やめてますからね、
復帰戦が R1 の1回戦ってことですね。あ、そうそうですそうです。すげえ。2011年にそのもちろん復帰戦って言ってもそれまでにさっき言ったお笑い自体が怖かったんでテレビで見れなかったんですよ、はいはいはい、もうじゃあ10年ぐらいずっと見てなかったんですか。もう見れるって言うたら、うん、その唯一落語だけ見れるみたい。多分なんか着物で師匠とかの姿思い出してたかもしれません、うん、あ、なるほどなるほど。だから、うんうんうん、それをまずちょっと、うん、なんとかせなあかん言って認知行動療法で、うん、まずお笑いのテレビを何かしながら見るって言って、うん、なんかちょっとずつこう上行くんですよ。で次はガン見する、でガン見できたら次劇場行ってみる。で私なんか行きましたもんその頃。その頃のファイブアップとかそういうとこですか、じゃなくて、あれ今あれは今ドン・キホーテの下ベース吉本ベース吉本、あれベース NGK はあまりにもお金高かったって。 NGK 高いですね。高かったから、うん、これ外出てわかるわ思って、うん、蓋か思って昔はただで見れましたからね我々はね、芸人やってると、ね、そうそうなんです、うん、はい、そういうもうそういうちょっとずつちょっとずつお笑いに鳴らすのを経て経て R1 に挑戦したんが2011年。まあ要は治療で、まあ、お医者さんからしたら治療、そのお笑いをやっぱり嫌いになっちゃったことがやっぱり病気ともつながりがあるからっていうことですね。ほんなら、まあ、嫌いが怖かった。ああなるほどなるほど。その場所を思い出すんかな知らんけど、うん、お笑い今でもたまにふって怖なることはあるけど、それは確かに何やろ、滑るの怖いみたいな健常者的な気持ちなんかな、うん、知らんけど、うん、2011年あれですかね、さっくんが優勝した時かな。あ、そうです、そうですよね、そうですそうです、井戸のネタで優勝した、井戸のネタでね、覚えてます。あの優勝した直後に震災があったから結構それでお笑いの仕事がわーってなくなったから、そうやったよ、覚えてるんですよ。なんか、うん、要はね、優勝の恩恵がないというか、これからテレビ出ていくっていう時にバラエティとかお笑いが全部仕事なくなっちゃったからっていうので覚えてますね。そんなことあったんや。そうですよ、私なんか井戸持ち歩かれへんからとか思ってたわ勝手に。そう、はい、そうですよね、他のネタありますよね。一旦フラットになっちゃって、はい、でもその時準決勝まで行くんですよね。あ、そうですよ、そうです、ウィキペディア書いてたから、そうなんですよ。すごいです、いきなりの復帰戦で準決勝ってすごいですね。ありがたいですよね。その時は何ですか、一人コントみたいなのあるんですか。一人やから一人コントです。いやいや別に R1 ですよ、R1 や言ってますやん。違う漫談とかもあるし、振りめくりとかもあるし、いろいろ。俺そんなアホちゃいますよ、俺そんな。R1 ですよ、うん、2人で漫才やったんですかとか言いませんから。私ほんまだから復帰戦10年ぶりにネタ考えるから、うんうんうん、フリップ芸みんな知ってはる思って、フリップを、ね、憧れて買っては来たんですよ、一回紅葉で買ってみたんですけど、うんうんうん、絵描かれへんっていうこと、字書いたらいいじゃないですか、うん、でも、うん、なんかもう言うたらええやってなったんですよ昭和の子やから。そうですよ、うん、だってまあまあね、まあ、その時はたまたま運よく準決いけたも1回だけですし、でもいけた、うん、だから準決勝 の, あ の, このなんか決勝に上がれる人、うん、NGK の, その3階のロビーで待つみたいな、うん、はい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 、だけテレビが、うん、でそれもなんかリハビリがてら行ってみたんですよ、フリーやったけど、はいはいはい、そしたらその横に座ってたんが佐久間さんで、やったって言ってる横で私がこう佐久間さんはーって見てるのだけちょっとテレビ映ってます。そうなんだ、はい、じゃあその時の VTR 探したら映ってるんですね。ほんまぼやっとした顔の私映ってましたね。あー、いいですね。でそう言うてたようにその後どうしようかっていうのは考えてなかったんですけど、それを見てくれてた人が純潔まで行って戻ってきたんやったらなんか復帰ライブとかしたらよろしいやんって言って言うてくれはって、はいはいはい、まあ、その人にはその時はすごい感謝してたんですけど、後にその人が、はい、あの、うん、金銭的に物理的な盗っ人っていうことが分かって、いますそういう人いますね。何人か思い浮かぶわ、うん、そう、うん、ね、ほんま楽屋泥棒華やかなりし時代でしたもんね、私たちの。そんな時代ないですよ別に。楽屋泥棒が華やかやった時代ないですよ。復帰できたのは事実です。
ああ、で、そっから、まあ、別その時、吉本に戻ろうとは思わなかったんですね、じゃあ。戻る手立てが分からなかったのと、まあまあ、確かに。なんていうか、今さら、吉本さんって、スターを求めるじゃないですか。確かに。だから、細々やる感じではないですよね。私みたいな人間が、今戻って、うん、お願い頭下げて戻れたとしても、うんうん、それはもう、だから、多分フリーの兆候の波が今ほどじゃないけど来てたんちゃいます、うん、はははははは、うんうん、でだからフリーというかとにかく3年だけほんますぐ東京行ったらええという人も、うん、いたんですけど、はい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 、でいろんそしたらこの時ですよ後 R1 でチャンピオンになるザコ師匠がね、うん、ザコ師匠にもちょっとだけ聞いてみた、はいはい、そしたら、うん、東京っていう場所は、うん、一番怖いのは孤独で、うん、思ってるよりも仲良く、うん、大阪ほど仲良くなれるっていうのが、うん、その時間がかかるというかちょっとそういうところがあると、うん、で孤独で潰される場合があるから、はいはいはい、まずその戻ったばっかりやったら大阪でその月一こうネタをどんどん下ろしていくとかいうそのリハビリしてからの方がいいよみたいなことを言うてくれはって、いやめっちゃいいこと言うじゃないですか。そうもうキューンってなってキューン、うん、ジューンってなって、ジューンはダメです動画出てましたもんねザコ師匠のね、よう調べてくれはった、そうそう、それぐらいの時に聞いた、うん、ちょうど10年ぐらい前ってなってたかなザコ師匠の YouTube にね、そう だいぶ前ですね、だから、うん、で言う通りしようって、はははは、でその通りに3年ぐらい、うん、そのこっちで、うん、元気いっぱいやったんですよ、だから、はい、このままだから双極性言うたいわゆる昔で言う躁うつ病で躁状態が3年続いた、うん、あ、躁うつ病っていうのを今双極性ってそういうふうに言うんですね、そうです、あ、はい、言い方が変わったんですね、変わったんです、うん、なんでか知らんけど、うんうん、で躁状態、ただお医者さんはこれいつかうつにがん来るないでこうずっと見てたらしいんです、うわあ、ほんだら案の定3年ぐらい経って、うん、単独ライブするってなった前ぐらいに、うん、グーグーって来だしたんですよ、おらー、おお、どうしよう単独の前やのにってなって、とにかく単独終わった後結構そのレギュラーのなんか自分で開催してる寄席とかも結構あったんですけど、それすら行けなくなってしまうような感じになってしまって、お医者さんに言ったらなんかきっかけがあったわけではなくて、それはな記憶ではない、うん、ないですね、記憶ではない、まあ、なんかこうちょっとずつ積み重なったんですかね、そのお医者さんに言わしたら、うん、まあいわゆる躁うつやから躁がありゃ鬱があるみたいな、うん、ああなるほど、うん、まあ、当たり前みたいな、そんなもん当たり前やで言うて覚悟し合えて、うん、だから 長いそうでしたね言われて、とうとう来ましたかって言われましたから、はい、まあそうやって言われたら楽ですよね、楽、あ、そんなもんなんやって思ったんで、うん、はい、でただ悔しかったけどまあしゃあないから全部一旦いろいろ休んで、うん、でその時だからお休みして、うん、おとなしいしててうわーってなって、まあ、気づいたら藤井さんの YouTube えらい時が飛びましたね、うん、いや飛びはしましたけど、うん、その間にそうなんですよ、タイミングで怪談とか始めてるんですか、大コアっていうのが、うんうん、おちゅんライブって松原谷氏のおちゅんライブっていうネットテレビがかつてありまして、はいはいはい、それに用を出させてもらってたんですね、はいはいはい、こっちの大阪のネットテレビ、うん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 、でその中で怪談の賞レースを立ち上げはったんですよ、はい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 、それが大コアで、はいはい、で目の前で戦ってはるじゃないですか、はいはい、わー言うて、うん、本気なんて戦ってんの見たら、うん、闘争本能が刺激されまして、おいいですね、うん、なんていうか、うん、私戦わんでええのかなって思って、ああいいですね、いいですね、うん、でやってみたら案外水にあったというか、やってみておもろかった、うん、ああそれきっかけで結構あなんか怖い話を表現するのが面白いな、うん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 、あとそうその時になって、うん、その時、うん、リアルタイムでは辛いだけやったかもしれへん、うん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 、
閉鎖病棟での思い出とか、閉鎖病棟で患者さんから聞いた怖い話とかがみるみる役立つように。うわー、いいですね、はい、よくそんな閉鎖病棟で話集めてましたね。いや、暇やから娯楽ないんですよ。でラジオとかも持ち込み禁止やからね、刺激になるから。他の人と喋るのは許されてるんですね、いろいろ。あ、そうですね。でもそれもあんまりこうベタベタしすぎたあかんみたいになるから、うん、その、うん、やっぱりね、うん、あの病人同士やから、はいはいはい、でもまあそれでも仲良くなって喋るじゃない、うん、ほんで暇で寝られへんってなったら、うん、なんか雰囲気的に階段になるんです、うん、ほんで、うん、なんでか私例が見えるっていう人も結構ちらほらいたりとかして、ほーほう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 。で、その時で私もなんかちょっとそこでこうなんか不思議なもん見たような気がしたりして、うん、それがまあ全て今ね生きてるっていうことですもんね。そうです、うんうん、私 もうやってそれまで怪談聞いたことなかった、怖いから聞いてなかったんですよ。月が嫌いか言ったら好きなんですけど、はい、あのだから今でもたまにその太陽が出てる間だけしか怪談聞かへんみたいな感じに してますね。いやー、わかりますわ。でもこうだから具合階段とかして階段の方であのまあ、うん、私の芸風を嫌いっていう人もあの、うん、いるんですけど。あ、そうですか、うん、まあ、いるんですけど、そこに対して反発心とかがあって、うん、またこうさらにギアを上げたりもできるぐらいの元気は、うん、あ、いいですね。はい、うん、私、うん、結構だから好戦的なんですよ、あのだから最初芸人になるきっかけも、うんうん、あ、そうですね、ちょっと好戦的じゃないですか。確かに、うん、気弱いくせに好戦的なんです、うん、じゃあやったろやないかい、うん、いや、もうその戦う気力があるっていうのは素敵じゃないですか、うん、そうですね、うん、だから賞レースになんで出るんか言ったらヒリヒリしたいからです、うん、うわそうですよね、結局ね。なんかうちの主治医によると、はい、何ですか、あ、この病人はかな、あの、うん、ちょっとやる気がないぐらいでちょうどいいって言われました。あ、それって切なくないですかって思ったんやけど、はい、最近わかりますわ、そのやる気がないっていう状態が多分起信号なんですよ。あ、なるほどなるほどなるほど、ほうほうほう、なんかだからギリギリのラインで攻めていけって言うてはることやと思います。なるほどね、アクセル踏んでグッといくと絶対にこう疲れが来るから、疲れが来る、下手したらね、あの、うん、崖からピュンって行っちゃうかもしれないから、やっちゃうダメダメ、その燃費よく行けってことですよね、燃費よく、うん、そうそう、チキンレースで言うたら手前で止まるようにしなさいと、うん、なるほどなるほど。こう数年はお元気なんでしょ。やっぱりこうグラ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 しますけど、 B1 とかにも、うんね、うん、その結果はともかく出られたりとかもしましたし、うんうん、あとは最近は寄席とかにも出れるよう、うん、あ、ちっちゃい近い地下の寄席ですよ、はい、そのほんまそれこそめっちゃだから私の子供でもおかしくないなんか若手とかおって、いや、もう我々もそうですよ、そんな同じ出てます。あ、マジですか。もう本当、はい、はい、だからこの前その、うん、そんな年のいたいけな学生芸人さんを舞台でなんかネクタイとか外してこうブワーって服とか脱ぎ散らかさせようと したりしてすごい楽しかった、はい、どういう仕事をしてるんですか普段いや、なんか知らんけど気づいたらその人バーって何してたんかな、うん、欲望の方のブレーキもほどほどでお願いしますいや、でもなんか好き勝手してますね。いいじゃないですか。いや、もう楽しいのがいいんですよ。ちなみにあのこれ聞こうと思ってたんですけど、はい、あの、はい、NSC 時代のチャンス大城のこと覚えてるんですか。覚えてますよ。ええー、うん。おひょひょの人ですよ。あ、やっぱみんなおひょひょの人って言うんや。あの頃若かったから若く美しく美少年やったんですよ、はい、大城。美少年中3でしょ。マジですよ。お肌もツルツルや。あ、まあまあね。うん、だから今の方がさ見た目は面白いですけど。はいはい。最後の会話も覚えてますわ。なんすか、うん、なんかね、あの千日前 の、うん、あの今はビッグカメラがあるあたりでめっちゃ短い半ズボン履いて、
足バーって出ためっちゃなんか半ズボン履いてバー走ってきはって、うん、でレコード屋どっかにないですかって聞きはって、知らないですって。それが最後の会話。それが最後の会話。その後走り去る背中見てそれっきりです。それはもちろん桜子さんのこと同期って知ってて聞いたんですよね。そうです、聞いてくれたんやろうけど役に立てなかった。あっちは覚えてないでしょうけどね。そうですね、チャンスさんは、うん、おもろいおもろい言われてましたよ。当時から、うん、私もおもろいって思ってましたし、あの時代はだからあいうえお順で単純に2クラスに分けて、なるほどなるほど、うんうん、おいいやから、はい、うんうん、あなるほど、うんうん、はい、本人曰くもうちょっとレベルが違いすぎてもう自信なくして一回やめたとか言うてましたけどね。私は何も考えてなかったですけど、うん、その時トントン拍子真っ最中やったから、うん、あんま考えてなかった。まさかその後続行なうとはね、うん、うん、いやまあ人生いろいろですね。いやでも今こうやって配信でお話できてよかったです。なんか他のゲストさんもよう言うてはるけど、はい、こんな話でええのって思うな。いやめちゃめちゃ面白かったです、はい、いやなんか、うん、なんかこんななんかこう滑らないエピソードとか言うてないでみたいな気になりますねこれ。あやっぱ思うんですか。僕全くいや毎回面白いと思ってるんですけど、うん、他のゲストさんがいつも最後の方言うてはる、うん、そうですね、いいですね、こんな話でよかったなって言いますよね。確かに確かに、はい、いやいや十二分です、はい、ありがとうございました。凡庸な人生ですけど。全然凡庸じゃないですよ、うん、波乱万丈で楽しい人生送ってらっしゃるじゃないですか。そう、うん、はい、おもろ、今はそうですね、落ち込むこともあるけれど、うん、私は元気ですよ。ああ最高です、はい、あとね、YouTube やってらっしゃるんですよね、桜子さんも。あそうなんです。でこの、概要欄のところにリンク貼ってますんで、皆さんよかったらチャンネル登録お願いします。はいはい、ね、なかなか1000人はいかないですけど、もうちょい、今800何倍からもうちょいですよ。あそうなんですよ、ね、はい、島田さんとことか白谷さんのこと出させていただいたおかげで、はい、ね、階段コンテンツがなかなか伸びなくてね、私が階段って、うん、上げるの難しいから、うん、ただ、うん、そういうなんかラジオとかやってるののバックアップとかやってて、うん、こういうわけのわからん、うん、役に立たん雑談のはやつをいっぱい上げてるんで、うん、もしよかったら聞いてください。はい、ぜひとも皆さんお願いします。チャンネルとお願いします。3なの精神3級の3です。あでは本日のゲスト石野桜子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー